ルサ4世は、ウラルト王国末期の王。在位、紀元前595年から585年。ルサ3世の息子とみられる。おそらく、ウラルト王国最後の王。ルサ4世の名が入った、遠藤印象が夏印された、風ーデーウラルト王国の末期の歴史は、ウラルト自身の衰退と他国史料での言及が極端に少なくなるため、史料が少なく不明な点が多い。 ルサン世紀の存在は20世紀後半の発掘調査の成果により明らかになった。1952年、アルメニア共和国にあるウラルトゥノと上司遺跡カルミル・ブルールの発掘調査で円筒印象が夏印されたブッダが発見された。この円筒印象には絵柄とともにウラルトゥ語の設計文字が刻まれていたが、1960年になってこの文字が判読され、 ルサの息子ルサという名のウラルト王の名が記されていると判明した。このブッダが出土したのは、都の城が炎上して廃絶された、ウラルト王国末期の時代に属する小土層だったこと、そしてルサという名の父を持つルサという名のウラルト王が、他にいないことなどから、ルサ四世の存在が浮かび上がった。ルサ四世自身の自責はこれ以外には伝わっていない。紀元前6世紀に入り、 ウラルトゥはもはや王子の勢いはなかったと思われる。アルギシティヒニリは炎上し、エレブには放棄された。そして、最後の取り出であるテイシュバニも何者かの攻撃により炎上して、廃墟と化した。ルサ4世もテイシュバニと運命を共にしたものとみられる。これらの遺跡ではいずれも、スキタイ式の正度性矢尻が発見されており、スキタイ人が加わった軍勢の攻撃を受けて、 落上したのであろう。ウラルト領は滅亡後はメディア王国の領土に組み込まれた。ウラルト王国滅亡からおよそ一世紀後の古代ギリシアの歴史家ヘロドトスはその著書、歴史の中でメディアについては詳述しているものの、ウラルトについては全く言及していない。ウラルトの故地に住むアルメニア人の記憶や旧約聖書の中にかすかに残る。 のみなったウラルト王国が再発見されたのは19世紀のことで、発掘調査などによりその実像が明らかになり始めたのはようやく20世紀になってからであった。アルトニアンミュール推定。近年の研究では、シンバビロニアのナボニデス王に関する資料の中で、ウラルトを指すと思われる、ウラシュトユレストという地名が登場することが指摘されている。 紀元前547年にはアケメネス朝ペルシアのダイソキュロス2世がウラシュトを討伐してその地の王を下したという記述があり、ウラルト王国は何らかの形で存続していた可能性がある。その後もダレーオス1世によりこの地の反乱が鎮圧される紀元前521年頃までは地名としてのウラルトは生きていたようである。文献、ロバート・ローリンガー。 ザメジアンエンパイアー、ザエンド・オブ・ロト・アンド、サイラス・ザ・グレート・コンプニア 547BC イン、ナボネイド・クロニクル216イン、プロシーディングス・オブ・ザ・ファースト・インターナショナル・コンファレンス、オンエンシェント、カルチュラル・リレーションズ・ビトイン・イラン・ンウエスト・アジア、デヘラン2004、P5 から6。ありがとうございます。